はい、こんにちは、ゾロです。先日ね、中古のノート PC ですね。まあ、これを、紹介したんですけども、29パーってやつね。うん。あれもね、買うときに、レビューをしたら、ハードディスク、をプレゼントしますっていうのが、まあ、そのショップのやつであったんですね。で、まあ、その後、ちょっとレビューを書きまして、そしたらですね、ハードディスクが届いたんですね。うん。で、届いたのがですね、これすごいですよ。この状態でもあの袋に入ってましたからね。あの確かにね、袋はね、あの中にねエアキャップが1枚こう貼られてるような、タイプのものですけれども、これ自体はこれ裸で入ってきましたからね。すごいですよね。せめてなんか一巻きしてほしかったよねこれね。まあいいんですけど、それと外付け用の、ハードディスクのケースですね。 2.5 インチシリアル ATA のUSB2.0 のハードディスクケースですね。これが、おまけとして、レビュー用のおまけとして送られてきました。USB ケーブルも一緒についてますね。あとカバーかな、これ。カバーというかケースかな。なんかケースもついてますね。うん。すごいですよ。うん、320GB、東芝製ですね。はい。おそらく、前回買ったノート PC の、もともと内蔵されてたハードディスクじゃないかと思います。はい。で、SSD にね、換装されてるので、取り外したハードディスクをプレゼントしますって多分、ことなんじゃないかなと、はい、思います。なので、まあね、せっかくもらえるんですから、頼んだ方が絶対お得ってことですね。はい。で、まあ、320GB の、まあ、接続端子的にはシリアル ATA なので、まあ、どんだけだろう、転送速度はね、そこまで速くはないと思いますけどね。うん、これ 2.5 インチだよね。うん、で、しかもノート用なので、おそらく、4600回転か、速くても5400回転ぐらいのものでしょうね、多分ね。うん。なので、そこまで速くはないと思うので、しかもノート自体が2015年ぐらいの、もともとノートなので、そこまでね、ドライブ自体は速くはないと思います。まあ、ただね、外付けでね、なんかデータの保存用、一時保存用みたいな形で使うんであれば、全然、問題ないものだと思うので、まあ、せっかく来たんで、ちょっと活用しようかなと思います。まあ、家で使うことはないですけどね、ちょっと会社持ってって、会社のノート用の外付けとかで使おうかなと思ってます。でこれしかも、電源ついてないよね。アダプターついてないんで、バスパワーのタイプですね、これ。なので、まあ、持ち歩きも手軽ですし、うん。せっかく来たんで、ちょっと使おうかな、ということですね。はい。なので、前回買った、ノート PC ですね。まあ、こういうことも、含めて、なかなかおすすめじゃないかなと思うので、はい。前回の動画、ノート PC のね、動画をご覧になられてない方は、そちらもね、ちょっとご覧いただいて、ぜひ検討していただければよろしいんじゃないかなと。まあ、結構いい買い物できるんじゃないかなと思うので、はい。調べてみてはいかがでしょうか。ってことで、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。